定積分についての第3回です。前回お話ししましたように、定積分の計算ができれば面積を求めることができるわけです。ですから、定積分をできるだけ能率よく計算できる。そういうスキルも身につけておきたいものでありますね。今回はそれをテーマとして勉強したいと思います。テキスト丸5ページでありますね。定積分についても、 不定積分の場合と同様に線形性と呼ばれる性質があるということですで。このことはですね、証明は簡単にできるわけです。例えば3行目に書いてある fx プラス gx という関数の a から b までの定積分というのは fx の a から b までの定積分プラス gx の a から b までの定積分。これに等しいということなんですね。でどうしてなのかと言いますと、話は簡単でありまして、 fx, gx の sm x, small fx, small gx の原子関数として、lar x, large fx, large gx というのが取られたと思ってください。そうしたときに、3行目の式の左辺、これを計算するには、small fx プラス s モ m a l l gx この原子関数が分かればいいんですが、 small F と small G の原子関数、largeF、largeG が分かっていると、smallFx プラス,ス gx の原子関数として、largeFx プラス largeGx が取れるわけですね。ということは、3行目の式の左辺は、largeFb プラス largeGb マイナス largeFa プラス、ラージ GA だわけですね。あのー、私はプラス、マイナス、混ぜていったので、カッコかなんかつけた方がいいですね。3、えー、行目の式の左辺は、カッコ開いて、ラージ FB、プラス、ラージ GB、カッコ閉じる。マイナス、カッコ開いて、ラージ FA、プラス、ラージ GA、カッコ閉じる。となります。で、その式を、ちょっと計算し直してやると、結局、ラージ FB、マイナス、ラージ FA、 プラス、ラージ GB マイナス、ラージ GA。こうなりますね。でそれが実は3行目の右辺になってるじゃないかと。こういうだけの計算になりますね。したがって、こういう、この公式が成り立つということはすぐに証明できるんですが、すぐに証明できるこの公式を利用することによって、え実践的には8行目の式、これを利用することによって、積分の計算を能率よくやることができるということです。11行目の例で説明しましょう。 インテグラルマイナス1から2までの非積分関数 2x 乗プラス 5x マイナス2で。これの dx。この定積分を計算するのに、前にやって、やり方では 2x の次乗プラス 5x マイナス2の原子関数をまず求めるということをやりました。えー、それを求めることによって3分の 2x の3乗、プラス2分の 5x の次乗、マイナス 2x をって求めて、 それ,をことをそれを利用して定席分を計算していったわけです。私たちはまさにテキスト ③ ページのカッコ1番、カッコ2番でまさにそのような方法でやったわけですね。それに対して今私たちが学んだ公式を使うならばテキスト0ページの11行目の左辺、これは 2倍のインテグラルマイナス -1 から2の x の乗 dx、プラス5倍のインテグラルマイナス -1 から2の xdx、マイナス2倍のインテグラルマイナス -1 から2の dx。こう書けるじゃないかと。ということです。こう書くと、さっきよりインテグラルの記号が増えるっている分だけ、計算が難しいと思ってしまうのですが、実はそうではないんですね。この式、えー、11行目の右辺の格好は、それぞれ2倍の鍵格好開いて、3分の x3 乗のマイナス1と2のおにおける値の差。 プラス5倍ののの開いて2分の x の乗でマイナス1と2における値の差それからマイナス2倍の限界を開いて x でそれのマイナス1と2における値の差こういう形で表現することができるということです。でそうすると12行目の式これを計算するのに3分の2とかっていうのを第一項ではですねこれ前に出してやりますと2の3乗からマイナス1の3乗を引くつまり2の3乗プラス1。 こういうふうにして、こう、計算できる。え、第2項においては、2分の5ってやって、X の事情のところに X に2を代入したとと、マイナス1を代入したの。つまり、2の事情、マイナスマイナス1の事情。つまり、2の事情、低い1。第3項に関しても同様ですね。え、2から、マイナスマイナス1。2プラス1。こういうふうに計算することができる。この方が、計算能率がいいわけです。皆さん、もしなんなら、 この11行目の右辺を経ずにですね、11行目の左辺をテキスト丸3ページのカッコ2番、17行目のカッコ2番のように計算してください。それよりは、このように X の次数ごとに整理して計算する方が能率がいいということ、すぐに見出すはずです。そのようなことを確信するためにもですね、15行目以下の問い、 カッ1からカッ4の定積分を計算してみてください。大事なポイントはカッ3番にしてもカッ4番にしても、まず、非積分関数を X の二次関数としてきちっと展開して整理するということですね。丸六ページの例に進みましょう。定積分、えー、ですね、特殊な形の定積分。インテグラル α から β までの非積分関数が x-α×x-β。 の dx。こういう定積分を計算してみることにしますで。この定積分を計算するために、まず2行目にあるように、非積分関数を x の二次関数として神べきの順に整理する。展開して整理しています。で、2行目から3行目に移行した,したあプロセスは、これはまさに丸5ページの例で。11行目から12行目に移行したプロセスと同じでありますね。x について、神べきの順に、 次数ごとに積分してやる。x の乗を積分して3分の x3 乗。x を積分して2分の x の乗。1を積分して、えー、x ということですね。で、そういうふうにしてやりますと、4行目のように、3分の1倍のカッコベータ3乗マイナスアルファ3乗。マイナス2分の1倍のアルファプラスベータかけるベータ1乗マイナスアルファ乗。プラスアルファベータかけるベータマイナスアルファ。こうなります。で4行目の式、このじっと見てると、全体がベータマイナスアルファでくくれるな、というふうにわかりますね。 因数分解してやったのが5行目であります。5行目すべての項に β マイナス α が共通ですから β マイナス α で来る。その時にまあ分数が3分の1とか1 2分の1とか出て嫌らしいので6分の1も前に出してやる。でそうしてやると6行目のように2倍のカッコベータ上プラス βα プラス α 上マイナス3倍のカッコ β プラス α の全体上マイナス6倍の αβ こういう式が出てきます。 中括弧の中身はアルファとベータについての対称式でありますけれども、これを整理してやりますと、ベータの事情マイナス2倍のベータアルファ、プラスアルファ辞書となって、それを因数分解すると、ベータマイナスアルファの事情でありますから、結局、7行目の右辺にあるように、マイナス六分の1、カッベータマイナスアルファの3乗。こういうふうな、綺麗な結果が出てきます。この結果、まとめて書くと、8行目のように書かれるわけですが、 これはどうして大事なのかというと、実はこれがですね、面積を求める積分として頻繁に現れてくるということと、この形がまあエレガントであるということなんですが、この式の意味をまず解説いたしましょう。左辺の非積分関数は x の2次関数でありまして、x の次乗の係数がプラス1になっているわけですね。そして、2次関数が0となる x の値、 が2つありまして、その x イコールアルファ、x イコールベータであるんですね。そのアルファとベータが定積分の下端と上端に現れているということです。もう一度言いますと、8行目の式の左辺は x の二次関数の定積分で、しかも x の二次関数最高時の係数はプラス一であり、しかも積分区間の上端下端の値ベータアルファそれは 非積分関数の二次関数を0にする二つの値である。そういう形になっているということですね。積分区間の上端と下端において、非積分関数が0になる、そういう二次関数。で、X の上のケースが1。そういうものの低積分が、すなわち右辺、マイナス6分の1の積分区間の上端から下端を引いたものの3乗。こういうふうに表される。こういう形をしているということです。 実は皆さんにこの8行目の式よりも姿形の良い式それを書いてそれを覚えていただきたいと思いますちょっと長い式になりますから7行目8行目のスペース2段くらい必要かもしれませんねまず左辺はインテグラル α から β まで積分区間の下端が α 上端が β その点では同じです非積分関数が x α ま括、あ、弧開いて x マイナスアルファ括弧閉じるで括弧開いてベータマイナス x 括弧閉じる dx イコール右辺が6分の1括弧開いてベータマイナスアルファ括弧閉じるの3乗こういう式ですね8行目の式の両辺にマイナス1をかけたものに過ぎないのですがこの形の方が形がいい姿形がいいわけですでどうしてかと言いますと話を分かりやすくするために アルファがベータより小さい、あるいはベータがアルファより大きいという標準的な場合について考えてみましょう。そうすると、積分区間は x イコールアルファから x イコールベータまで、小さい方から大きい方まで、積分区間の下端が上端よりも小さい、そういう形になってるわけですね。そういう標準的な形で、非積分関数が x マイナスアルファかけるベータマイナス x ってなってるのは形が悪いと思う人がいるんですが、実はその形が悪くないんですね。 積分区間は α 以上 β 以下。x が α から β まで変化する。x が α 以上 β 以下の範囲を変化するときに、x-α は当然正ですが、x-β って指定がると負になってしまうんですね。それに対して、β-x を書くと、x は β 以下ですから、β-x って書くと正になるわけですね。つまり、非積分関数が0以上となるという形に書くことができる。 そういう非積分関数が0以上になればいい。そういう関数を α から β まで積分すると6分の1括弧ベータマイナス α カッコ閉じるの3乗となるということです。この形で覚えておく方が良いこともあります。で、この式をしっかり理解するための練習問題として問いがあります。この問いは上の公式をそのまま当てはめてやってみる。いいと思いますね。 この公式を覚えるための問題です。しかし、私は皆さんにお勧めしたいのは、この公式を丸暗記することではなく、この公式を導くプロセス、2行目から7行目の計算を何回も何回も独力で繰り返し、いつでもスラスラと導ける、そういう境地に達することになります。ぜひ、そのように練習していただきたいと思います。